千ドバです。今回ですね、昨日の動画でも言ってた通り、やる、ブラックレビューのピンクローズです。このタバコは、リクエストを回ってですね、やる感じですね。はい。では、吸っていこうと思います。はい。独特の香りですね。味も、これ甘いフルーツですね。フィルターとかは甘くないんですけど、全く。味は、でも、そうですね。甘いですね。キャスマイより、香りも、甘いんですけど、なんていうか、微妙な香りですね。はい。本当に、ブルーレットを置くだけみたいな、トイレの芳香剤じゃなくて、なんて言ったらいいんですかね。液体洗浄のやつあるじゃないですか。あれみたいな感じです。はい。でも、個人的には、ココナッツミルクよりは好きですね。はい。で、タールが 10mg の、ニコチンが 0.8mg で、結構軽いタバコですね。今、時間空いてるんで、昨日、ラークの紹介できなかったんですけど、あんまり、やったんですけど、あんまり説明できてなくて、今回、この時間も使いたいと思います。で、このタバコは、変更で、あった。これいいか、100円してないけど。これが、今のパッケージで、で、これが、昔のパッケージに、こちらの。これが昔のパッケージで、これが今のパッケージ、じゃあ昔のパッケージですね。はい。違いは、これで比較できると思うんですけど、こう、ちょっと違うんですね。こんな感じで、こんな感じで。で、これが、20クラス A シガレットって書いてあって、こっちはシンス。1963年。書いてありますね。はい。で、タールが、こっちはニコチン 12mg の、じゃタール 12mg のニコチンが0点、じゃ 1.0mg で、こっちが、タール 12mg のニコチンが 0.9mg で、ニコチンがちょっと違いがありますね。はい。で、そうですね。こっちは、100S なんで 100S って書いてあるんですけど、注意書きはそこまで、ヘルフ書いてないですね。表に。表向きには。こっちには、こう書いてありますね。ちゃんと。はい。で、これは、そうですね。あと、これは、次に、また辛く、新しいの開けようと思うんで、これとか、もあって、それで、説明してあります。とりあえず、赤ラーク吸ってきちゃったらわかると思うんですけど、これは、ラインが3本線入ってますね。この茶色い巻き紙のところに、白いラインが3本入ってます。で、確か今、1本ラインだった気がしますね。はい。1本しかなかったですね。で、フィルターの、チャコールの部分が長いですね。で、それがプレーンフィルターの部分。二層構造になってるんですけど、プレーンフィルターの部分がめちゃくちゃ短いですね。大体50対50で、1対1で撮ってるんですけど、1対1かもの、あれですね。昔の比率で言うと、チャコールが1.5で、1対1にするとしたら1.5の、
コロン0.5みたいな、そんな感じの割合で、チャコールフィルターが占めてますね。はい。それで、なんか親から聞いた話なんですけど、こっちはマジのフィルターの中に入ってるんですけど、チャコール活性炭が、こっちは、シャイシャイ言うんですよ。これは、なんか、このタバコの葉と、あれ、これはダメか。こっちに入ってて、こっちがタバコの葉が入ってるとこで、こっちがフィルターじゃないですか。その間に入ってるらしいですね。はい。これが、このソフトが一番古いよって、お前が生まれる前のやつでは違いますね。はい。20年前以上のやつらしいですね。はい。まあ自分は未知の世界の味ですね。まあでも多分鼻から抜いた時には分かると思いますね、ダークラって。まあ、口から出しちゃうと酸っぱさしか、まあ、今もう古くって、まあそういう発酵しちゃってるのかな、よくわかんないですけど。まあそんな感じになってて。はい。まあ結構、まあでも楽だなっていうのはありますね。はい。あと、で、このタバコは、まあ、マニアックなんで、まあ、結構、吸いたいって人は吸ってみてください。はい。タバコはこのままの社内にお貸しします。ですね、今回、まあ、そんな、まあ、説明も今言っちゃったんで、まあ、言い過ぎてたことは、今回、まあ、そんな言うこともないんで、注意させていただこうと思うんで、ご視聴ありがとうございました。次回は、なんかな。まあ、また、タスクの会社が結構やってなかったんで、今回、やりたい、じゃあ次回か。次回はやりたいと思うんで、よろしくお願いします。次回、そうですね、タスクの会社、お願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。はい、次回の動画に期待してください。はい。